季節の感じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。一番短く、一番長く書きます。払います。春一番。春一番が吹いた日は暖かくなりますが、次の日は寒さが戻ることが多いです。春が待ち遠しい。春分の日。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。払います。夏祭り。夏休み。初夏。1、2、3、4、5、6、7、8、9。払います。何々の秋。秋といえば、何々の秋という言葉が多くあります。暑い夏が終わって涼しくなると、体が少し楽になって、いろいろなことがしやすくなるからです。そして、おいしい食べ物がたくさん取れる季節だからです。実りの秋。食欲の秋。
スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋などです。秋分の日、1、2、3、4、5、払います。冬支度、冬景色、冬眠、すべて音読みで春夏秋冬と言います。春が春で秋が秋です。どちらが春でどちらが秋か忘れた時にはこの言葉を思い出すといいと思います。春夏秋冬、季節の暦についてお話しします。季節の暦はニュースや天気予報などで時々出てくる言葉です。カレンダーにも小さく書かれていることがあります。年によって日にちが変わります。立春は2月4日頃で春の始まりの日とされています。春分の日は3月21日頃で、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。立夏は5月5日頃で、夏の始まりの日とされています。夏至は6月22日頃で、昼の時間が最も長い日です。立秋は8月8日頃で、秋の始まりの日とされています。秋分の日は9月23日頃で、昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。秋分の日を境に夜の時間が少しずつ長くなっていきます。立冬は11月8日頃で冬の始まりの日とされています。冬至は12月22日頃で、一年の中で
夜が一番長くなる日です。この日を境に夜の時間が少しずつ短くなって春へと向かっていきます。習った漢字はどんどん使っていきましょう。春、夏、秋、冬、はい、今日はここまでです。ありがとうございました。